はい、こんにちは。キムチャンネルのキムママ、キムママとカメラマンのハラちゃんです。動画撮りなさすぎてキムママが噛むよすいません。ですね、動画が多分もう上がってるとは思うんですけど、我が息子がなんと流行りに乗っかりまして流行り本が好きです。しっかりトレンドに乗っていくスタイル、トレンドに乗ってコロナという流行りに乗っていきましていなくなりましたホテルの方に。まあ暇らしくて毎日電話くる。私と奈良ちゃんが濃厚接触者、はい、濃厚接触者ということで、保健所から自己隔離を言われて、はい、検査も2人ともしました。はい、唾液もウェーってしました。しましたあんなんなんね、なんか初めてやったし、説明書見たら泡を含まずって書いてて泡って何って思ったら、唾のその透明な部分だけをこう入れなさい、無理ちゃうんと。で、なんか1時間前までに歯磨きをしてはいけないとか、なんかコーヒーとか、そうそう、こんななんか試験管みたいなのに唾液を入れる検査をした結果、なんとハラちゃんは陰性でした。はい、はい、キムママは陰性でした。その陽性みたいな食べ方してハラちゃんはお家にご家族がいるので、我が家でちょっと買って我が家の食費がでもね、私もあんま外に出れない身なんで、会社のお友達に家の前にいろいろ置いていってもらうっていう生活を。多分通常やったらその友達の人とかも、こんな量食べへんやろっていうぐらい多分うちに誰がおんの、誰をかくまってんねやっていうぐらいの買い物袋が毎回3袋ぐらいや、そんな量食うんかっていう。キムがおる頃の何倍食費がかかっただろうっていう食費6万ぐらい毎月かかる。ほんまにもうすぐキムもあと多分4日とかで帰ってくるんで、まあ私たち2人は無事でしたという一応報告で。はい、2回一応検査して2回とも陰性だったんで、キムが帰ってくる前におっぱつ検査しとかんと、やっぱり活性化する菌を持ってたりしたら、ね、そうですね、ここで一生流行りに乗っかってるみたいなずっと3人家から出れないってなっても困るんで、しっかり検査したら大丈夫やったんで、なんとか無事です。私たち2人はキムだけ流行に乗ってどっか行ってしまいました、はい、行ってしまいましたけど、はい、まあ、あの子はあの子で元気して暇してるみたいなんで、なんとかね、はい、悪化せずに、ちょっと一時は一旦熱があったみたいですけど、全然ピンピンしてるんで、はい、大丈夫です、はい、また帰ってきたらもう早速動画三昧の日々になると思う。はい、3人でまた撮りたいと思うんで、その時はよろしくお願いします。お願いします。ではキムチャンネルのキムママとカメラマンのハラちゃんでした。